これはまさか。ここ最近ずっと忙しかったから細かいとこまでは見てなかったけど、こうしてみるとよく作り込まれてるよな。当然だ。これは八重堂でも最高峰の絵師が図案を描き、稲妻城で最も手だれとされる漆器職人によって作られたもの。そうでなければ将軍様のお姿の千分の一も再現できないだろう。それにこの立派な造形を長く保つには特製の祠を購入して保安する必要がある。定期的に掃除し埃を払わなければならない。最もいいのは職人を呼んで手入れしてもらうことだが。サラ、サラ。ん？どうした？御岳鳴神主の御子と大御所様像保全の道は全部で5箇条あるんだ。まだ1条も言い終えていない。この小さな人形にそれほどまでの心得が必要なのですね。巫女からは何も聞かされていませんでしたが。将軍様、どうしてここへ？何もすることがなかったので天守閣の外に来てみたのです。ところでこの人形はあなたが買ったものなのですか？これは彼のもので。おや、あなたもこのようなものに興味があったのですね。将軍様、私はまだ姿の彩り祭の警備を手配しなければなりませんので、先に失礼いたします。ええ、ご苦労様です。サラの後ろ姿、なんだかしょんぼりしてたな。そういえば天守閣に人形がもう一つあります。八重堂から贈られた見本品ですが、私のところにあっても使い道がないのであなたたちに差し上げましょう。私の言葉に二言はありません。差し上げると言ったからにはそれをどう扱おうと好きにしていいということです。もちろん他の方へ送っても構いませんよ。それが面倒であれば私から人を手配して届けることもできます。もちろん差出人の名前はあなたにしますが。なんでそんな面倒なことを。はい、それでいいでしょう。戻ったらすぐに手配します。あ、それとこの姿の彩り祭において全てがあなたたちの思う通りにうまくいくことを願っていますよ。